葉月ちゃんやったんやな。おう、びっくりした。びっくりしたな。絶対男やと思ってたやろ。パッと見さ、このウーバーイーツの写真あるやんか、写真、うんうん、写真ちっちゃいやんか、うんうん、なんか別に失礼な話とかではないよ、うん、画質も荒かったから、うん、ちょっとロン毛な男性の方かなと思ってたけど、うん、めちゃくちゃちゃんと小綺麗な女の子やった。絶対聞こえとったで、ね、はずき通りましたよと。あ、おかえりなさい。うっさい、ガサ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 。髪と静かにせ。俺ちゃうねん。俺まだ来てないもんだって。見れ。髪と静かにせ。なんて読むんだこの感じ。これ。おい。ミュートするな。うるさいって言ってんだろ、お前。まあまあそう怒らんと。加減にしようよ。ガサ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 。マック届いてないんかまだ。届いてないよ。お腹減ってるからそんな怒ってんのか。そう。魚取れ魚。魚？小魚取れ小魚。俺たけし。あ、ミレイ来たわ。たけし。早ない？ミレイの雰囲気と容姿どのようだったのかちょっと棒。ちょっと棒。来たんだけど、え？ということは、私は今一人ということで、本日私が頼んだのはロッテリア、ポテトとご飯バーガー、そしてとんでもないチーズのハンバーガーです。これは非常に香ばしく、ポテトもすごく歯応えがあり、非常に美味しい一品となっております。ポテトの方はですね、マクドナルドのポテトとは違い、少し太みのあるというか、なんと言いますか、歯応えが、肉が詰まっているというか、はい。大変美味しく、揚げており非常に、はい、あとですね、本日は私が頼んだロッテリアの中でもセットのドリンクなんですけれども、ウーロン茶を頼みまして、これがですね、ストローを刺すところがありまして、それストローを刺すところで刺したんですけれども、普通十字傷の、まるでルローニケンシン木村没頭祭のような十字傷のところにストローを刺すわけなんですけれども、その部分が逆に跳ね返っており、どうしてこういうことになったのか皆目見当もつかず、私ポテトを一口、うん、非常にビビでござる。お買い物ブルーの来た、ブルーの。え、頼んどってん、リサちゃんとさ焼肉パーティーしようってさ言ってさ、おう頼んどいたんよ、来た。ペヨペヨペヨペイペイペイ、なんでこれエーペックスになったらカクカクなんだろう。ペヨペヨペイペイペイ、ブルーのマーズじゃねえんだよ。あ、ごめんなさい。ねえ、まだ来ない、たけし。たけしの、うん、水ポケモン捕まえてたんだよ。で、わ、な、すごい突っ込みづらい。水ポケモン、なんで、かすみな、それは。いや、だからジムリーダー、たけしジムリーダー岩だから、有利に戦えるのが水だから、うん、いや分かりすら、ダメだよ、ヘンディと関わっていく上でこんくらい組み取ってくれるならないといけない。じゃあお前が突っ込め、これはポケモンだ。もう俺のために喧嘩するのやめて、マジで見てられへん、ごめん、頼むわ。これ
バターがね、本当にね、生クリームみたいにね、白いね、透き通ってこの美味しそうなバターが。美味しそうなバター。塗ってきます。美味しそうなバター。美味しそうなバター。プーさん。美味しそうなバター。